今日の天塚はエンタ959で放送されているバラエティ番組である AV 女優天使も絵の初刊番組。天使が天使の名前に恥じないタレントに成長できるよう様々な企画にチャレンジしていくことを目標に毎回様々な企画に挑戦する。進行役は吉青柳隆史かな。不定期に AV 女優がゲスト出演する。 2015年5月16日に放送スタート。翌月16日より、ピゴオンデマンドで配信開始、原則月1放送。天使がうちにこもりがちな性格ということで、ロケ企画が多く、近年では旅番組の要素も強くなっている土台となったのは、ギチ、青谷義姫が MC を務めたバンビプロモーションのニコニコ、生放送、バンバン TV で、天使のエンタ。 959プレゼンツスカバー。アダルト新人賞受賞受賞記念番組として企画が立ち上がった際にギチ青柳の名が上がり、2015年5月に第1回収録とバンバン TV の天使ゲスト会が合わせて公開収録されている。AV 女優の冠番組であるもののメイン出演人のキャラクターもあり、セクシー要素はほとんどない。 MC 複数回ゲストすべてつくばテレビからの発売。以下は DVD 版は未発売。ありがとうございます。